ハロー、ニメハオ、こんにちは、シャンメイです。本日はファイナルファンタジー14322回配信を撮っていきたいと思います。今回はディープダンジョン死者の宮殿6回からです。6回か。6回よ。宝だー、わーい。うん。月夜明けて。不用意に近づく。よし。今回は、HP がもう低いということはないんですけど、罠、サイトロがないんで。罠が分かってないので。分かってないんで、まあ気をつけないといかんですねっていう。で、ここは結構、ね、ビートルは釣りますか？あ、大丈夫かい？よいしょ。強くない？痛い！毒だ！倒すの優先？ごめん、エスナをください。ちょっと待って。エスナが欲しいかという言葉がある。よいしょ。エスナが欲しければくれてやるっつって。さて、そこに宝箱があるんじゃが。よし、行くぞ、うん、わーい。気をつけてね。お、中。こっちかな。あ、ごめん、また私が食らっている。気をつけてねって言ったそばからだよ。本当に。すまぬすまぬ。エスナをください。あ、そうかそうか。あったか。すまぬすまぬ。うん、まあ、とりあえずあ、でも、練習になる。エスナをもう一度ください。あ、そうか。ごめん、ちゃんと見てなかった。すまぬすまぬ。これで大丈夫だね。うん。ありがとう、ありがとう。はい、さあ、これで、とりあえず、15まで上げたい気持ち。釣りたいけど。15までね、上げたい。うん。あ、終わった。15まで上げるとさ、投げれるじゃん。じゃあ宝をちょっと取りに行ってみるよ。わっさい。回復回復、先に回復。この辺かなと思ったら、割と真ん中辺にあった。うん。で、しかもさ、あれ、多分2回ぐらい引っかかれるじゃん。ここは、あいつだけか。ぽいね。後で発生したりしないよね。お、やっと天野石像。あ、宝あった。強化されたね。強化値が5に。私強化4だな、まだ。これも戻ればいいんだね。鍵の部屋でいいかな。あ、だといる。ここか。イエーイ。なるほどなるほど、うん、これさ、今4マスじゃん、部屋が、これ多分もっと下がっていくとさ、すごいマス目になりそうだよね、だよね。なので先に情報だけお伝えしておきますと、はい、10回ボスですね。10回はボスですね。わかりました。今何階ってどこに出てる？今これ何階だ？ 7 階だね。ほんと？待って、15だよもう、やつら。うん。いけー。で、砂はいいね。よし。だがしかし今投げられぬ。あ、いいよ。釣りモース釣ってもらってよろしいか。ありがとう。この範囲腹立つ。よし、これで適当はあるけど今はいけない。待って、あのヤードンさん強ない？どうする？でも下げてはいけん感じはする、感じだよね。これってどっちから行く？そっちの方から、こっちから行くか。あ、じゃあとりあえず右から行く。下手するとあれだよね、左から行って。宝箱あった。宝ありましたよ、うん、
あるんだけどね、後からした方がいいかも。大丈夫かな。お、うん、開けたよ。うん、来てるかなと思って。大丈夫かな。いや、下手するとさ、2回戦う羽目になるじゃん今。あ、17のコブラさんおるけど、おーって、湧いたわ。そして宝箱がちょっと取りに行ってみます。お気をつけを。うわー、やった。うーん、え、ちょっとどうしよう。うーん、あ、でも倒せんレベルではなかった。あ、で宝箱はくれるんだ。うん、くれたね。やったおお。え、で、待ってよ。これで戻る。うん、戻ればいいのかな。多分全部屋空いてないから。空いてないね。まっすぐだね。向こうやで、あのレベル17をどうしてもやらねばならんのかな。な、でも我々もう16ですよ、振って。よし。と思ったらね、そこにね、ホーネットさん、嫌な蜂がいるじゃないですか。あ、後ろにも湧いてる。マユさん、後ろっていうか今来たところ。マジ？あ、その位置なら多分大丈夫。あ、ファイナルスピアが危な。で、ボブラさんが来てる。この部屋厄介やで。そしたらどうしよう、ヤーゾンさんも行っちゃって大丈夫。あー、ごめん。あ、なんかついた。受けたので、ちょっと待ってよ。やばい。じゃあエスナは、エスナは多分効かないんじゃないかな。どうだろう。そうなのか。お、聞いたかな。つらい。ごめん、マイさんにケアするつもりが、あの普通に己をケアするっていうね。で、これこっちかな。うん、向こうの部屋が開いてないから多分まだダメなんだよね。お、いや、でも輝いてるよね。ほんと？あ、もう輝いてはいるけれど、端に寄ってけばいける可能性。落ちていく。ん？あ、そうか、終了時間があるのか。うん、そう、60分だね。一応、あの、2匹おって、2人に絡まれると死ぬから、1匹だけ倒していく。うん、あれ？湧いた。いたいたいた、マジでか。とりあえずこいつを倒そう。ちょっとヒールをしてもらえると助かるなって思うんですけど。あとはドックはいいか。おお、ファイナルスピア来てる。大丈夫。うん、多分あのピートルは避けていけるのではないかという希望。いけたね。イエイこんな生き方で合ってるまあ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 、まあまあまあ、まあまあ、我々死んではダメなのでまあね、うん、という。お、魔法効果、暗闇だと。暗闇、何を言ってるの。つまり命中率が下がるということですね。あ、そういうことか。うん、形態変化。これってさ、ちょっと待って、うん、あれ、これじゃない、ごめんごめん、なんか違うもんだ。うん、使ってみたいものでいい。うん、これかな、違う、そうじゃないな。あ、トラップが消滅した、すべて。これで多分ってことはトラップがないので、あとは気をつけて戦闘していけばいいと。うん、どこかな。ねえ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 、あのさ、うん、どうしよっか。一匹だけ来てくれると思う来てくれたね、お一人だけ。一人様はご案内。暗闇はじゃあ吸っちゃう。あれもホーネットン吸
なので宝落としましたぞ。フェニックスの方だ。宝を。あとストンラになった。でここら辺ってもういいんだよね。順位が解除されたね。トラップはないんだよね。そう、罠はないので、まあ、一応細かく戦闘していこうかなって。なるべくまあ足元はもう大丈夫だからね。もうだし、なんでしょうね、あのボスというのが分かってるじゃないですか。次が、はい、次が10で、うん、あそこまでいけるといいね。釣り、うん、ありがとう。どこを食らった。あ、エスナ自分にもかけてください。あの私もだけど、シャメタソンも今独特なので、まず己を、そしてマイさんを。これあれだよね、これは取れんだよね。暗闇はダメか、うん、つおっとっと、早いな。おっと、ごめん、つった待って、あれ、また湧いた。ん、また湧いたね、今。早くない。この、お、この奥にさ、うん、いるんだよね、きっと。ほうほう、いてててて、再生の石灯が。逃げばいいのかな。軽率に走ってくよ。うん、うん、あ、そうか、もう罠ないもんね、うん、宝もないよ。と思うじゃん、と思うじゃん。めっちゃいるよ、めっちゃいるよ。じゃあとりあえずビートル、あ、じゃあ、ゴブラン、ゴブランから。じゃあちょっとビートルを、あ、待って、あ、めっちゃいい。誰からにするか。待って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 、うわ、べ、勝手に来たあいつ。うん、リプライザルあってよかった。あ、宝箱あった。そうだ。フェニックスの方だ。あ、いけそうかな、これ。なんか、一匹いけそうになくない？くない？これ。で、もしかしたらゴブランはいけなくないか。いけるかな？あ、大丈夫かな？後ろ向いてるから、いけるか。さて、ね、でこれで9回ですね。うん、自己強化を手に入れた。いや、タイトル欲しいわこれなんか使っとかにいかんアイテムとかある？今のところなさそう。ね、こ、個人的には呪因を使っちゃおうかなって思うんですけど、どうでしょう。あの、トラップがなくなるよって。呪因、あ、これか。あと2回だったら、うん、一応今使っといた、うん、わい。あの、なんか時間的なものもあるなってちょっと思って、うん、で、どれから釣る。どれが手前か分かりにくいけど、いや、いや、ホーネットか。そしてあのダングビートルがすげえこっちに歩いてきてるので、こいつ巡回だよね。うん、すごい来るよね、こいつ。なんかファイナルアタックだかなんだかが一瞬見えたんだけど、うん、パレスヤーゾさんどうする、相手にする。一応念のために、あ、宝箱あるよ。先に宝箱開けちゃおうぜ。お、サイトロ、ありがてえありがてえ。今使っちゃってもいいんじゃない、もう。どうせ、あと、これ9回でしょ。うん。で、ここは使っちゃおうか。サイトロってどれだっけ。おー、うん。で、取りますね。いいよ。で、よいしょ。
うん、10回まで22にはなっておきたかった気持ちはある。うん、じゃあのパレスフォーネットを釣りますかね。しゅ、あ、いいよ。そしてパレスビートさんも釣っちゃいますか。しゅ、そうなのね。だってこれでちょっと待ってね。待って待って待って、ホーネットいる。ホーネットがおるな、どうしようかな。この位置だとあれか、届かんか魔法が。待ってよ、あ、待ってよ、もうちょい右。頭髪と頭髪で取れた。ケットこう。お、天意の石灯が起動した。よし。けど一応こいつ殴っとかんと我々は安心できないのではという何か。まあ後ろからっていう可能性もね。うん。おりますね、後ろにね。うん。こっちだよね。宝があるっぽい。ある。罠は解除したし、あとは敵なんだけど。うん、あとは敵ですね、うん。左からこそっといけん。いや、どうかな。いや、パレスホーネットまず挑発で釣るよ。ヤードさん意外と歩きもあるね。うん。あ、一匹湧いた。湧いたね。早。じゃあ、ちょっと釣ります。またか。どっかな。開けてくれれば。はーい。強化値が5に。うん。防具の。さ、枠前に戻ろうぜ。とりあえず、うん、枠前に戻ろうぜ。なんかここにもなんか宝マークない。なんだ。本当だ。あ、さっきあったっけ。あったっけ。なんかあったよね。うん、あったあった。ねえ、ミミックの香りがするけど開けていい。あ、うん、あ、大丈夫だった。財宝か、使おう。財宝感知どれだ、どれだ、これか、あるかな。よいしょ。うん、あるかい。この階層には。ですよね。悲しみしかないな。あったけどさ。戻ったら敵が湧いているでござる。というわけで、さ。ちょっと待ってね。おい。あざす。さ。はい。さあ、次が湧く前に。これはね、無限湧きだよね、うん、きっと。そうだね、うん、さてさて、さ、10階です。うん、ボス、うわぁ、ちょっと待ってもらっていいかな。うん、じゃあ一応我々使っとこうか。はい、ギャルをよろしくね。はい、どれくらいで入れればいいのかな。3分の1ぐらい。これ弾効かんかな。よし、ダメか。ごめん、食らったわ。あ、ちょっと待ってね。うわ、こっち来た。エスナかな。あ、これってどうする。なくない。いや、もう食らうしかないね。あ、そうなの。マーさんにエスナできてる。
効果なしになってる。あ、ダメなんだ。うん。ということは、よいしょ、逃げよう。うおぉ、それは逃げてとしか言いようが。あ、今誰もターゲしてない状態で一生懸命魔法を、うん、これは S のが効くんだっけ。これ効くのか、これは効くのか。あ、一回無駄なことしたかもしれない。あ、逃げてー。はーい。でもこれ避けるだけだから、これは嫌だけど。うん。一応リプライザーが合わせてみたけど、どうだろうか。あれ、あ、終わった。イエーイ。一応。ということで、これで、終わりかな。おい、あ、なるほど、こういう感じなんだね。うん、で、一応ここに出口がござってね。はいはいはい。ダッシュ。で、脱出をするか続けるかみたいなことを聞かれると思うんですよ。うん、あ、なるほどね。あ、脱出かな、うん、そうそうそう。で、このコンテンツ、脱出しますか。はーい。はい。何やらゴスロリっぽいドレス姿の女性が、はい、いらっしゃいましたね。おりましたね。これで、ね、あのこっち例えば行くと次の週1回から、うん、帰りたい人はこちら。我々も出るので、そう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 、我々出ますので。この部屋はもうこの2人2択しかないと。はい、そうですね。あ、なるほど。で、以上が多分死者の宮殿ですね。わかりました。1から1回、これがディープダンジョン。入り口マックス何回ぐらいとか、100回とかなんとか聞いたけど、私の聞き間違いじゃろうか。ああ、なんかそうかもしれないね。了解です。ではじゃあとりあえずここまでにしておきますかね、録画は。ではご覧いただきありがとうございました。以上がディープダンジョンの1回から10回ということで、ではまた次回配信でお会いしましょう。失礼します。